ソフトバンク、ソフトバンクショップ、ソフトバンクショップは、ソフトバンクのソフトバンクブランド及び、ディズニーモバイルオンソフトバンクのみの携帯電話を取り扱う販売店のことである。ここでは、旧ブランドの販売店についても記述する。各店舗の名称は、ソフトバンクとなり、ドコモショップ店や au ショップなどと異なり、各店舗の名称には、ショップや、店という文字が入らない。 他の通信事業者とは異なり、ショップ自体が家電量販店や総合スーパーに併設されている場合がある。前者の場合、東北ではラビー仙台、ケーズ電機仙台南のケースがある。また、他地域ではベスト電機やエディオンの大型店にも併設されている。後者の場合、主にイオンモール等への代理店によるテナント形式のケースが挙げられる。ドコモショップや au ショップにも家電量販店が運営する店舗が存在するが家電の売り場とは敷地内の別の建物に設置されるか独立して存在している場合が多い。なお家電量販店設置のキャリア専門カウンターにあたる KDDI でいうところの au スクエアに相当するソフトバンクステージが量販店に併設されているケースもある。NTT ドコモ社長の井本幸によると 在日米軍関連の携帯電話販売はソフトバンクが独占的に扱っており各基地内のキャリアショップはソフトバンクショップのみになっていることを明らかにしている。歴史的にはデジタル通貨店 J、ンショップ、ボーダフォン、ソフトバンクという店舗ブランドの変遷をしている。2003年3月、2006年10月1日のソフトバンクへのブランド名変更に際しても ボーダーフォンショップからソフトバンクショップへと変更された。直営店のケースで例示すれば、デジタル通貨、宮城市店、J、フォンショップ宮城、J、フォンショップ仙台クリスロード、ボーダーフォン仙台クリスロード、ソフトバンク仙台クリスロードとなっているショップ業務、廃止、支店事務部門を移転、という事例がある。第理店のケースで例示すれば、デジタル通貨、秋田駅前店、J、 本ショップ、秋田駅前、ボーダフォン、秋田駅前、ソフトバンク、秋田駅前となっているのショップ店とワンストップ利用が可能だった。2014年現在は、ソフトバンク仙台大町と i イモバイル仙台大町のケースに類似した傾向が見られる。なお、デジタル通貨、今宿店、J、本ショップ今宿、ボーダフォン今宿、ソフトバンク今宿、ソフトバンク旧大学研都市のように、 長期間同一の立地、建物のまま看板や内装、店舗名称の変更のみで営業を継続している店舗もある。2015年4月1日付でソフトバンクモバイルが Y モバイル外2社を吸収合併し、ソフトバンクモバイルの携帯電話部門はソフトバンク Y、モービレのデュアルブランド制となったが、店舗ブランドもそのままとなり、一本化されていない。 当初は Y ・モービレブランドでの契約に関する業務は一切行っていなかったが2018年現在一部のショップで Y ・モービレブランドでの契約に関する業務を行っているため実態に合わせてソフトバンクと Y ・モービレの両方のロゴを看板に掲げたショップも存在している後ろの〇〇には地名や商業施設名などが入る例ソフトバンク 天神地下街。福岡市中央区に所在。ただし、2010年1月8日以降、e モバイルもキャリアショップ機能を量販店に併設する、施策を順次行っている。どこもい、e、い社長が、ザックバラに語る、アハも開発の舞台裏。携帯ウォッチ。2021年1月15日閲覧。j フ o n は、ボーダフォンへ10月1日に、全面移行。 アイティメディアモバイル2013年1月18日閲覧10月1日ボーダフォンライブはヤフー携帯にアイティメディアモバイル2013年1月18日閲覧ありがとうございます。